三王神社は、広島県廿日市市宮島町に鎮座する、五福島神社の接社である。当神社は三殿からなり、中央殿に、大渡津神、安徳天皇、佐伯安、職、二位に、所沖な岩木沖菜を向かって、右の左殿に、大名虫の神、猿田彦神、向かって、左のう殿に、御子内氏徳寿内氏竹林内氏の各祖神を祀る。 彩木安職は、秋国の豪族で彩木沖なども称される。所領は近年まで、彩木郡と呼ばれており、現在の広島県広島市西区小伊勢、同市彩木区、浅南区、廿日市市、大竹市、北広島町にも及んでいる。倉職の青年と没年は、古代のため不明だが、海上交通の要衝であった廿日市市、汚式畑に守護神となる即国神社を、 同じく海上交通の要であった五福島に守護神となる五福島神社をそれぞれ建立したと伝わる。蔵職の五福島総研については、糸木島、平家物語、厳平清水記等に記録されている。なお、神武天皇の統制において、佐伯氏は、早との久米部の兵と共に、抜群の功を立てたと伝わっている。ところ沖縄、蔵職が部下を伴って、 大野瀬戸で有料していた時、西から紅の方を掲げた船が来航し、その船の者が倉ら職の部下のところに来たので部下が、お前は何者かと問うと、私はところの者ですと答えたといい、この部下のことと言う。なお、ところの沖縄の末裔はところ生を名乗り、広島県大竹市の大竹神社の神主家を継いでいる。岩木沖縄は、 一木島姫命が宮島に鎮座したとき、五カラスが、2日市市場平良村に降臨し、岩礁の上泊まって、村の主であった、岩木沖縄に神がかりしたために十歩の土地を寄進して、神鳥を祀る祠を建てた人物という。岩木沖縄は、岩木権源として、権源山に岩木権源宮が建立され鎮座すると、伝えるが、宮島長官、五福島道芝紀前。 岩木権元宮は、即刻神社の鎮座以前の地主神であり、即刻神社本殿西の境内にも岩木神社として、分室されたという。なお、岩木権元宮は、即刻神社入り口の鳥居の西南、約200メートルの丘に鎮座している。平安時代末に、平野清盛が、大見国の参納者から誕生したものと伝えられ、当初は、参納者と称された。ありがとうございます。